どうもこんばんは、かなたでございます。ただいまこういうところにいます。ちょっと下の方はねもう町なんですけど、少し入っていくとですね、こういうちょっと鬱蒼と茂った場所が現れる。この場所はこちらでございます。N 大セミナーハウスと言われる場所でございます。ここもですね3年前に行きました。その時も一人じゃなかったんですけど、今日はあれですね、今まで一人で行ってなかった場所をなぞっております。一人で、うわーもう雲すげえな。うわーうわー、ここも相当古いですね。前に行った時よりはなんか変わったとかっていう雰囲気はないですね。あんまり雰囲気は変わってない。前来た時は雨の日だったんですよね。前の日が雨で、すいません失礼します。よいしょ。ふわ、前の日が雨でですね、びっちゃびちゃになってたのを思い出しますね。はあ、ふわ、あでもやっぱなんか雰囲気変わってんな。3年経つとやっぱ変わるね。ここはここで本当無音だな。あ、いちいち反応するのやめよう。ふう、こんなに広かったっけ？こんな広かったっけな？この下に確か風呂場があるんですよね。そこがね結構なんていうのかな、あんまガラスとかが割れてなくて、空気の逃げ場があんまなくて、換気ができてなくて、すごい、すごいね、なんかこもった感じの、すごい息苦しい感じだったのよ。ふわ、あこんな感じだったんだ。前ね、人と来るとこう感じ方が違うよね、全く。一人と大人数ではやっぱ俺はこっちの雰囲気の方がいいな。ちょっとこうちょっと緊張感が増すというか、新しいアイテムがね、廃墟って基本なくなってったりとか朽ちていくんですけど、誰かがどっかから取り出したりとか、他ではですね何か持ってきたりするんですよね、置いてったり。
それがね、ん？ってなるんですよね。こんなんあったっけ？2回目とか行くと。引くほど静か。あ。これ向こう行けなかったっけ？動かした。動かしてる。今まで今日行ったところは結構虫とかね、そういう類の音とか、まあ、さっき行ったとことかはもう人のね、声とかがすごいしてましたけど。ああ、思い出す。これまだあんのかな。ここでこういうね、ところでは首をね、つったりとかねっていうところで、ここに浴衣があったんだけど、ないね。さすがにもうあったあった、下にあった。これがね、いい感じのところでね、垂れてたのよ、ここに。タラーンって、飛び上がりそうになった、ほんと。一瞬マジかーって思ったもん。その時の映像をどうぞ。はい。びっくりでしょ。そんなにびっくりはしないけど、ね、緊張感もこうある感じ。こう一人でこう、まあ前は何人かいましたけど、そういう中でもですね、まあ、基本的には単独行動してたんで、ちょっとびっくりでしたね。先に下行って、お風呂場行ってから上行くか。あんまり覚えてないのよね、3年前だから。しかもなんかパパって回ったような記憶があるんだよな。そんなに覚えてない。でも廃墟としては結構でかい。でかめ。だからね、印象に残ってはいるんですけど、どんなとこだったかなっていう、内部まではね、覚えてないんですよね、ちゃんと。トイレ。初めましてやってみるかな。この上どうなってるか。これだから俺、やるけど、当日じゃないと分かんないからね。よいしょ。見えてんのかな。
どう？見えた。すごい。当日検証しないと見れないってなんかすごいよね。ここから登っていくのね。セミの今深夜2時前ぐらい。あー出た。浴場、大浴場。空気がね、すごいよどんでるんだよね。ここ。あ、でも窓開いてるね。前よりは空気を下げ。広いお風呂場いいよな。こう、温泉とかそういうスーパー銭湯とか、本当めったに行かないもんな。行けばいいのにね。行けばいいじゃんって思うでしょ。行かないんですね。うーんって思うんです。うーんって思っちゃうからね。上こんな感じ。すごいな、ここ。例えば、お風呂は一つだけなんだな。男しかいないのかな。人がいるように見えるよね、奥。ちょっとゆらゆらしてるでしょ。あれは人じゃないですけど。ゼミ室。いっぱい書いてるけど、こういうところでさ、ポツンって人が座ってたりしたらもうドン引きだよね。
とりあえず「あのー」って声かけるかどうかを考えよう。すいません、ホラゲによくあるパターン、声かけて死ぬっていう。あ、ここ終わりか。いっぱい写真を撮ろう。ここは結構絵になるんだよね。チョークね。チョークがいっぱい。もうチョークもね、大手のチョーク生産会社でしたっけ？名前忘れましたけど、倒産というか廃業しましたからね。チョークなんてあって当たり前と思ってたけど、そういうのを使わない時代になってくるんだよね。すごいよね。時代は流れるのね。普通にチョーク投げて飛ばす先生、投げ飛ばす先生いたしね。こらーっつって。普通に。新品のやつは投げないけどね。細かくちっちゃくなったやつ、バチョン投げてくる先生いましたからね。小学生か中学生の頃だったと思うけど、今絶対ありえないよね。やったら即ヤフーニュースの上がる。うわ、足高軍曹じゃないよねこれ。足高軍曹かな。ファーストモスチース。動かんといてね。こういう部屋って大体作りは一緒だよね。あ、あかん。あかん。一瞬、あ、つったらあかんもんが。エロイムエッサイムのやつが。捨てんな、こんなところに。でもまあ、中学生ぐらいかな。その当時はこういうところ、まあこういう廃墟とかには行かなかったんですけど、なぜかね、川っぺりとか、ちょっとしたなんか建物の、古ぼけた建物の裏とかに行くと、100%落ちてましたよね。エロエロな本が。広いから、こんな細かく見てていいんだろうか。
情こんな。鏡がやっぱ多いね。こんな感じです私。もういいや。本当。これ。ああ、いいのか。見てきて。え、嘘。もう電池全然足りんやん。バッテリー全然充電されねえな。ということはこっちに切り替え。カレンダーとかがないんだよね。いつなのかがわからないんだよな。ここがだいたいこういう部屋が続いていきますね。すごい虫の羽音がしたね。上登ろう。これはこれで、あ、もうすごい湿気。虫だらけだ。
あ、でもとりあえず、屋上行こう。屋上ですね。あ、そう、卓球台があるんだ。ダメだ。あ、いける。ここただね、広がってるだけだからいいや。広場が。すげえ蜘蛛の巣あった。なえる。よいしょ。昼間にね、見たら相当綺麗なんだろうけどね。夜はね、夜景もね、見えないの。草がぼうぼうで。ここもすごい。避難器具室。ステーション、カーテンがあるんだね。ここでみんな、でも個室、ここはあれかな、下級生とかなのかな。みんなここで一緒に泊まる。まあ広間にもなるし、個室にもなるよっていう感じだね。下級生とかがみんなでバーっていう感じでもあるのかな。外どうなってますか。外は感じ。うわ、もうここはボロボロだ。
こういうの好きな人多いよね。まあ俺も好きだけど。水の音がしたんだよね、前。俺たちがいた時じゃないよな。どれだったっけ、なんかで、ね、見たのよね。ほいで、水が垂れてるんだって思ったらないのよ、蛇口が。なんかそれで焦った記憶がなんかあるな。なんだったっけ、俺らだったっけな。するよね、こんなんで水ポチャンポチャンとか言い始めたらさ、ああもう水出てるじゃん怖えとか思ってみたら蛇口ないってさ、とりあえずシャレにはなってないよね。終わったけど、こっちマンションの301号室です。お久しぶりです。おお、うわー、もうここはもうぐっちゃぐちゃやね。誰かが絶対ど、いつ、なんかどっかのタイミングまで住んでたな、これ。こんなならないんだよね、めったなことでは。自然の崩壊にしては崩壊しすぎてるんだよね。こういうのばっかりですからね。やっぱなんか気になるな。なんか気になるんだよね。外、向こう旅館とかマンションだからね、ほんとテラスとあれなんだよね。や、ここでいいや。もうすごい無音だな、前来た時は。人がまだいたからちょっと賑やかな感じだったけど、あ、ピントが合わねえ。あれ？ピントが合わない。
一人で来るとこうも、シーンとするもんなんですね。すごい静まりよう。40分ほど。やっぱこう巡ると時間経つの忘れるな。ゆっくりゆっくり巡ってるとあれだけど、時間経つの、うわあ、もうやっぱほんとここ広場すげえな。セミナーハウスでございました。失礼しました、すいません。失礼しました。ここ昼いるのかな。よいしょ。よいしょ。でしたね。暑い中は窓開いてたりするんですけど、やっぱちょっとね、まあ、場所にもよるのかな、まあ、時期が時期で夏場ですから、ど夏ですから。ど夏でございますからね。
なかなかとちょっと、暑い、蒸し暑い状態でありますが、その中で、まあ、ちゃんときれいに、ね、取れてればいいんですけどね。ではでは、また次の場所で、わあ、もうこれもかい、お会いいたしましょう。ありがとうございました。